ネオスキッズ TV。 ここにチャンネル登録ボタンがあるんだぜ。これもこれも押してくれたらいいね。2021年もあっという間に終わっちゃったね。そうだぜ、オイラはのんびり過ごしてたからすっげー長く感じたぜ。犬ガンマンらしいね。そんなにのんびりしてると私だけお年玉もらっちゃうよ。ずるいぜ、オイラも欲しいんだぜ。じゃあさ、犬ガンマンはお年玉もらったら何買うの？全然決めてなかったんだぜ。決めてないの？それならやっぱりタコが全部もらっちゃうよ。ダメなんだぜ。ちゃんと決めておくから見逃してほしいんだぜ。しょうがないな。決まったらタコに教えて。わかったぜ。よし、タコは犬ガンマンが欲しいものを考えている間楽しいことしちゃおっかな。何をするんだぜ？お正月に食べるあの食べ物を作るための材料を探しに行くよ。あの食べ物？ん？わかんないぜ。色は真っ白できな粉をかけたり海苔を巻いたりして食べてもいいね。食べるとビヨーンって伸びるよ。新しい年になるとお家に飾ったりするんだ。みんなも一緒に考えてみて。だぜ。あ、オイラわかったぜ。おお、じゃあせーのでいくよ。せーの、鏡餅だぜ。ピンポンピンポン、正解。やったぜ。結構難しかったのによくわかったね。オイラのお家にも毎年飾ってあるから簡単なんだぜ。そうなんだ、いいねいいね。でもね、これから作る鏡餅は特別なんだよ。特別だぜ。お家に置けないくらいのでーっかい鏡餅を作るからね。ほんとだぜ。だって鏡餅が大きければ大きいほどお年玉もたくさんもらえるんじゃないかなって思って。それはありえないと思うぜ。なーに、やっちまったな。まあ試しそうだから何でもいいんだぜ。そうだね。材料も集まってきたみたいだし作っていこうよ。いいぜ。タコは美味しいお餅を作るから犬ガンマンは土台よろしく。オイラもお餅作りたかったぜ。でもお餅だけは譲れないな。そうだ、一番最後に乗っけるみかん作ってよ犬ガンマン。どんだけお餅大好きなんだぜ。まあいいぜ、それで進めていくぜ。しっかり支えられるように大きく土台を作るぜ。真ん中に穴を開けていくぜ。開けた理由はよくわからないぜ。わかんないのかーい。でもその方が綺麗かも。いいねいいね。適当に言ってるんだぜ。そんなことないよ。怪しいぜ。ほらほら、そんなこと言ってないで早く作って。わかってるんだぜ。よし、バッチシできたぜ。次はお餅頼んだぜ。はーい。お餅お餅、作り終わったら犬ガンマンと一緒にお団子買いに行こう。味はみたらし団子とごま団子。さっさと終わらせて早く行きたいな。食べ物の話ばっかりだぜ。ターコは正月太りするタイプだぜ。いいじゃん、美味しいものを食べたら幸せになれるんだから。食べ過ぎないようにほどほどにするんだぜ。お団子団子ルンルンルン。聞いてないんだぜ。ねえ犬ガンマン、お餅の部分作り終わったよ。よくできてるぜ。だよねだよね。見てたらお腹が空いてきちゃった。待つんだぜ。まだ仕上げをしてないんだぜ。そうだったそうだった、ごめんごめん。あとはよろしく犬ガンマン。困ったやつだぜ。タコをあんまり待たせないように早く作って終わらせるんだぜ。って、あれ、タコの姿が見当たらないんだぜ。どこ行ったんだぜ。とりあえずやるんだぜ。
戻ってきたんだぜ。お団子買ってきたから一緒に食べよう。もう買ってきたんだぜ。いやー、どうしても我慢できなくって。本当に困ったやつなんだぜ。それよりオイラは作業を終わらせなきゃなんだぜ。急ぐぜ。こうやってめでたい感じに赤と白の紐もつけていくぜ。完成したぜ。いいねいいね、上手にできてるじゃん。そうだぜ、これで新年も安心して過ごせるぜ。そうだね、2022年もタコたちを応援してくれる人はいいねを押してくれたらいいね。今年もバッチシよろしくなんだぜ。あ、それより犬ガンマンはお年玉何に使うか決まったの？オイラはかっこいい剣を買うんだぜ。ここはやっぱりお餅でしょ。お餅はもっと違うと思うんだぜ。今日のゲームはこれだよ。マインクラフトだぜ。いやー、いい鏡餅ができたね。これで今年もいい一年になりそうなんだぜ。だねだね、2022年もパワフルなネオスキッズ TV をよろしくね。よろしくなんだぜ。タヌクラへようこそ。今回はパート9だぜ。ねえ犬ガンマン、どうしたんだぜ？タコね、ネザーにあるゆがんだ森ってところに行ってみたいんだよね。ネザー？冗談に決まってるんだぜ。え、なになに、もしかして犬ガンマンビビってる？そうそんなわけないんだぜ。おいらに怖いものなんてないぜ。へえ、そんなに言うなら歪んだ森にたどり着けるまで帰れませんしよっか。別にいいぜ、何でもかかってこいだぜ。はい、じゃあ決まりねって言いたいところなんだけど。なんだぜ？ネザーに行くためのゲートの作り方忘れちゃった。なんでやねんだぜ。それなら今日は行かなくてもいい。あ、思い出した、黒曜石でゲートの枠を作って、その後に火打ち石と内金を使ってゲートを開く。そうだぜ。でも黒曜石なんて持ってないし、やっぱりやめた方がいいんだぜ。あ、なくても大丈夫だよ、マグマと水があればできちゃうんだよね。はっきり言って天才だよね。そんなやり方があったんだぜ。そうだよ、これなら誰でも簡単にネザーに行けるね。みんなもこの動画を見ながら真似してみて。よかったぜ。そうと決まれば早速作り始めようよ。よし、やるぞ。まずは水が漏れないように周りをブロックで囲んでいくぜ。そこの間に水を流して上からマグマをドーン。おお、黒曜石のブロックができたぜ。この調子で進めていくよ。最低でも10個の黒曜石があれば作れるから、先にマグマはたくさん取っておいてね。わかったぜ、引き続きどんどんやっていくぜ。マグマは外にこぼすと危ないから気をつけてやるんだぜ。いいねいいね、もう少しで完成しそう。最後の黒曜石も作り終わったぜ。そしたら周りの囲んでる邪魔なブロックを壊していくよ。やったぜ、全部壊し終わったぜ。よし、早く起動させて。と、その前に待ってほしいんだぜ。この装備じゃすぐにやられちゃうんだぜ。あ、そうだそうだ、装備も完璧に整ったよ、行こう。わかったぜ。ここに火打ち石と内金を使って起動させる。ポポイのポーイ。すごいぜ、新しい世界が開いたんだぜ。やっといけるね。それではレッツゴーだぜ。真っ赤なんだぜ。ここはシンクの森だね。
もうこの空間が怖すぎるんだぜ。帰りたいぜ。え？いや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 、それは早すぎだよ。まだ何も見れてないんだから、もっと遠くに行ってみようよ。少しだけだぜ。地面がデコボコで進みづらいな。下を見るとマグマばっかり。一歩間違えたら落ちちゃうよ。ゆっくり進めば大丈夫だと思うぜ。周りをよく見て歩くんだぜ。そうだね。ここでしか手に入れないアイテムもたくさんあるから、集めながら進んでいくんだぜ。って、タコ、あれ見るんだぜ。お、あれはピグリンだよ。倒しに行こう。えい、えい。わーい、倒せたよ。意外とすぐ倒せたんだぜ。すごいぜ。余裕余裕、どんどんかかってこい。おいらだってやってやるんだぜ。痛いぜ、このピグリンめだぜ。やってやったぜ。ふーん、たまにはやるじゃん、犬ガンマンも。3体も一気に来るなんてびっくりしたんだぜ。おいらヘトヘトだぜ。まだまだこれからだよ。歪んだ森にはエンダーマンがうじゃうじゃいるんだから。エンダーマンがいっぱいいるんだぜ。そんなの勝ち目ないぜ。その時はターコに任せて。で、どうしたんだぜ。あの遠くに見えるの、もしかして歪んだ森だぜ。そう。ところでどうやってあっちに渡るんだぜ。ブロックをつなげて渡るしかないかも。超ハードモードだぜ。ここは慎重な犬ガンマンに任せようかな。最初からそうしようと思ってたぜ。え、それはそれでなんかムカつく。タコができないやつみたいじゃん。まあそれならタコが渡れるように橋作ってあげるから、犬ガンマンは待ってて。不安だけど、タコが言うならいいぜ。タコだってやればできるんだから。少しずつ、ゆっくりゆっくりね。いいねいいね、全然難しくないじゃん。こうやって、あ、いやー、タコ。結局オイラが続きをやることになったぜ。タコが戻ってくるまでやっておくぜ。って、うわー、暑い、暑すぎるぜ。ダメージは食らったけど、一応無事に着くことができたぜ。おーい、犬ガンマン。あ、タコも戻ってきたんだぜ。ただいま。って、いつの間に着いたの。こんなの余裕だぜ。よかった、いろいろ大変だったけど、ルワンダ森到着したね。記念にこの不思議な色の土を持ち帰るぜ。よりによって土？まあいいけど。うわ、まずいぜ。なになに？エンダーマン攻撃しちゃったぜ。うそ、待って、一緒に倒すから。あ、オイラたち二人ともやられちゃったんだぜ。そうだね、悔しい。レーザー難しいよ。仕方ないぜ、でも楽しかったからいいぜ。うんうん、みんなは初めてのネザーどうだったぜ。面白かったよって子はいいねを押してくれたらいいね。オイラはもうコリゴリなんだぜ。次はネザー要塞に行ってみたいな。今の話聞いてなかったんだぜ。今日のゲームはこれだよ。マインクラフトだぜ。高いところの作業はタークを見習って慎重にやるんだよ。今日失敗してマグマに落ちてた気がするぜ。気のせいだよ。何かの見間違いじゃないかな。いやいや、確実に落ちてたんだぜ。タヌクラへようこそ。今回はパート10だぜ。犬ガンマン。なんだぜ。急なんだけど、
ターコからの謎々に答えてみてよ。答えられたら犬ガンマンの勝ち、外れたらターコの勝ちだよ。おう、何でもかかってこいだぜ。じゃじゃん、パンはパンでも食べられないパンってなんだ。食べられないパンなんて美味しくないんだぜ。いやいや、そういうことじゃなくて、もっと頭を柔らかくしてから考えてみて。ヒントが欲しいぜ。しょうがないな。頭がカッチコチの犬ガンマンにだけ特別ね。ヒントは料理をするときに使うあれだよね。あ、わかったぜ。お、いいねいいね。画面の向こうのみんなもわかったら一緒に答えてみてね。せーのでいくぜ。せーの、フライパンだぜ。正解、調子いいね。こんなの楽勝なんだぜ。ところで、なんでこの謎謎出したんだぜ。さっき畑で小麦収穫してたからパン食べたくなっちゃって。出たぜ、食いしん坊タコ。何その名前、はっきり言って最悪だよね。犬ガンマンだってビビリのくせに。ビビリじゃないんだぜ。じゃあ犬ガンマンはお化け屋敷とか平気なんだね。お化け屋敷いいだぜ。そうだよ、一人で入れるの？無理だぜ。もうこんな話は置いといて、今日やることを教えてほしいんだぜ。今日は結構大変な作業になりそうだし。そんなにだぜ、一体何をするんだぜ。畑の大改造計画だよ。今ある畑を大きくするんだぜ。そうだよ、もっともっと大きな畑を作っていっぱいパンを食べれるようにするんだよ。なるほどだぜ。何その反応。いや、これ以上大きくしたら収穫作業がさらに大変になるんだぜ。ああ、それは心配しなくて大丈夫だよ、犬ガンマン。どうしてだぜ。収穫する作業をね、ボタン一つで簡単にやってくれる装置の作り方があるんだよね。そんなのがあるんだぜ。もっと早く知りたかったんだぜ。そうだよね、だから今日はそれを一緒に作るよ。わかったぜ。場所は巨大倉庫の隣だよ。今はジャガイモと小麦の栽培だったらすぐにできそうだから、この2つを植えていくよ。増えたら広くすればいいだけだぜ。うんうん、この先食べ物に困らなくなるし、いいねいいね。朝はパンパンパパン。ほらほら、作るよ犬ガンマン。わかったぜ。まずは右から水を流して、上から流れてきたものを全部チェストに集められるようにしていくよ。オイラたちが動かなくても勝手に全部入れてくれるなんて超便利だぜ。だよねだよね。そしたら畑の真ん中に水を流すぜ。水がないと植えても生えてこないから気をつけよ。そうだぜ。あとは落ちないようにハーフブロックを使って閉じてあげてね。わかったぜ。それができたらクワで耕していくぜ。水がちゃんと届いているかは土の色でわかるんだぜ。時間が経ったら自分の耕したところが濃い茶色になっているか見てみてね。なってたら成功だよ。終わったら2段目も同じように作っていくぜ。よし、いいねいいね。2段目もできたら一番重要な部分を作っていくよ。いくぜ。発射装置を置いて、ここから水を流すと一緒に小麦やジャガイモも流れて取れるんだぜ。はっきり言ってすごすぎだよね。周りにはハーフブロックを置いて、きれいに水が流れるようにしてあげるんだぜ。なるほどなるほど。このままだと発射装置が動いてくれないから、ボタンと発射装置をつなげるためにレッドストーンを使うぜ。つなげるのはボタンの位置から発射装置の位置までだぜ。段差があるところと曲がるところで反復装置を使うとうまくつながるぜ。後ろにはレッドストーンの照明を置いて設置完了なんだぜ。こういうのはターコには難しい。じゃあ最後に種を植えたら完成だね。ついでにおしゃれな装飾もしていくぜ。ランタン、これがあると見た目もバッチリだぜ。もう片方もつけるぜ。こんな感じでどうだぜ。いいねいいね。
ルでもおしゃれに見える。ここまでなかなか苦労したぜ。そうだね、タコは早くボタンを押したくてたまらないよ。じゃあ一緒に押すんだぜ。いいよ、みんなも行くよ。スイッチオンだぜ。うわー、どんどん流れてくるぜ。何これ、タコも一緒に流されたい。それは畑がめちゃくちゃになりそうだからやめてほしいんだぜ。本気で心配しないでよ。そうなんだぜ。さすがのタコでもそんなひどいことしないもん。してもパンの盗み食いくらいかな。とりあえず結果大成功なんだぜ。やったね。タコたちみたいな大きな畑を作ってみたいよって子はいいねを押してくれたらいいね。これからも便利な街づくり頑張るぜ。おお。今日のゲームはこれだぜ。マインクラフトだよ。どんなに好きな食べ物でも人のものを盗んで食べたらダメだぜ。犬ガンマンだけならいいよね。なんでそうなるんだぜ。タヌクラへようこそ。今回はパート11だぜ。今日はね、ダイヤを使って全身装備をしていくよ。ダイヤでフル装備だぜ。これは気合入るぜ。まずはダイヤを集める方法だね。ダイヤなんてめったに見かけないのにどうやって取ってくるんだぜ。洞窟の中で探すか、ブランチマイニングかな。ブランチマイニング、聞いたことないぜ。あれれ、犬ガンマン知らないの。そうだぜ。別に今知らなくったってこれから調べたらすぐにわかるんだぜ。そっか、じゃあこの親切なターコちゃんが一から教えてあげるよ。ターコの力なんて借りなくても平気なんだぜ。でもせっかく教えてくれるなら教えてほしいんだぜ。いいよいいよ。簡単に言うと、ダイヤとか金鉱石みたいなレアな鉱石を効率よくゲットする方法だよ。それはいい方法だぜ。やり方はどうやるんだぜ。やり方は一緒にやりながら説明していくよ。わかったぜ。あ、それと今回はダイヤの取れた数で勝負するからね、覚悟しといてね。よーいスタート。じゃあお先。待つんだぜ。よし、こんなの早く取ったもん勝ちだもんね。犬ガンマンを置いてタコが全部ゲットしちゃうよ。タコはどこに行ったんだぜ。全く見つからないんだぜ。とりあえずタコが行きそうな下の方に行ってみるぜ。ダイヤダイヤ、世界で一番美しいこのタコちゃんの前に現れなさい。なんてね、現実はそんなに甘くないよ。ってあれ、本当にあった。やっぱり早い者勝ちだよね。マイペースな犬ガンマンには今回の勝負勝ち目ないね。残さず全部取っていくよ。最初のダイヤは何個取れるかな。ワクワクするな。8個もあるよ。最高じゃん。やっぱりターコは運持ってるね。もっと見つけてやる。ん？あれ？嘘、こんなすぐ見つかっちゃっていいの？やっぱりターコの美貌のおかげだよね。さっきのと合わせて12個か。いいねいいね。これでも十分だけど、もう少しだけ探してみようっと。ターコー、タコ、こんなに探しても見つからないぜ。一体どこまで行っちゃったんだぜ。あー、もうこれじゃオイラ負けちゃうぜ。こっちはなかなか見つからないな。疲れてきちゃったし地上に戻るか。やっと見つけたぜ。遅いな犬ガンマン、
もうタコはこれから帰るところだよ。帰るんだぜ。オイラ一つも取れてないぜ。いいじゃん、ブランチマイニング頑張れば。やり方も知らないのに頑張ってって言われても困るぜ。大丈夫大丈夫、マメな犬ガンマンにならできるよ。まあいいぜ、とにかく戻ってやり方を教えてほしいんだぜ。はいはい、じゃあついてきて。ここだよ。ん？特に何もないぜ。それはそうだよ、今からここを掘るんだから。どうやって掘るんだぜ。目的の座標まで真下に掘るよ。マイナス40からマイナス54あたりがいいかな。ちなみに座標は左上の部分で確認できるよ。今回は3つある中の真ん中のとこだけ見てね。なるほどだぜ、言われた通りひたすらその位置まで掘っていくぜ。思ってたよりも掘るんだぜ。腕が疲れてきたぜ。まだまだここからだよ、さらに掘ってもらうんだからね。これで終わりじゃないんだぜ。そうだよ、頑張れ頑張れ。ついたぜ、足ごもつけて移動しやすくなったぜ。いいねいいね、その調子で横にも掘っていこうか。もうダメだぜ、気が遠くなるぜ。でもダイヤ装備を作るためだぜ。全身装備を作るのに必要なダイヤの数は体の装備と剣を合わせて合計26個だぜ。まあ集められるだけ集めてみることにするぜ。お、どう？いい感じ？全然だぜ。そっか、もう少し掘ってみて無理そうだったら座標変えて掘ってみようよ。いい考えだぜ、いろいろ挑戦してみるぜ。こっちはどうだぜ。うわー、見つけたぜ。オイラの予想は9個だぜ。あれ、意外と少ないぜ。まずは3つゲットするぜ。おお、いいねいいね、ダイヤ見つかったんだ。絶対に負けないぜ。そっかそっか、今日はいつにも増して燃えてるね。もちろんだぜ、なんてったってダイヤ装備だぜ。気合100倍だぜ。微妙な感じだぜ、同じ石ばっかり取れるぜ。おかげで持ち物が石でパンパンになってるぜ。これがダイヤだったら最高なんだぜ。ん？掘ってたら洞窟に繋がったんだぜ。一応ダイヤがないかだけ確認してみるぜ。それにしても広い洞窟だぜ、モンスターがたくさん湧いてきそうで怖いぜ。結局ダイヤはなかったぜ。さっきの場所に戻ってやり直すぜ。この作業嫌いじゃないぜ、でもすごく疲れるんだぜ。あ、またあったぜ、今度こそたくさん。2個だけだぜ、悲しいぜ。仕方ないから地道に進めるぜ。うわ、またまただぜ、調子バッチシだぜ。まずは照明で明るくするぜ。準備完了だぜ、数は8個あるぜ。びっくりだぜ。え、8個？タコの最高記録。お、いい勝負になってきたぜ。まだ大丈夫だし。そうだぜ、じゃあもう少し粘ってみるぜ。さすがに頑張りすぎて眠くなってきちゃったぜ。どこだぜ、出てきてほしいんだぜ。あったぜ。ちょっと犬ガンマン見つけすぎじゃない？そんなことないぜ、タコもたくさん取ってきてるはずだぜ。まあね、負ける気はないから。オイラも自信満々だぜ。ほらほら、取ったら地上に戻って結果発表するよ。そうだぜ、急いで戻るぜ。ネオスキッズ TV。 じゃーん、結果発表の前にダイヤの全身装備お披露目。イエーイ、バッチシ決まってるんだぜ。
二人の取ってきたダイヤだけで作れたんだよ。すごいよね。頑張った甲斐があったぜ。それでは結果発表しようか。そうしようぜ。タコは11個だよ。オイラは19個だぜ。ま、負けた。完全勝利だぜ。でもやり方を教えたのはタコだし、勝ったのはタコってことにしよう。ダメだぜ。それじゃオイラの頑張りが台無しだぜ。次はダイヤ100個集めてきてやるんだからね。オイラはもうゴリゴリだぜ。今日のゲームはこれだよ。マインクラフトだぜ。誰かターコにダイヤの指輪プレゼントしてくれないかな。ターコはいい子じゃないからないと思うぜ。ターコは正直でいい子だから。ネオスキッズ TV、 ここにチャンネル登録ボタンがあるんだぜ。これもこれも押してくれ。